皆さんこんにちは、東方文化支援財団中野と申します。本日はおめでとうございます。台湾においてこのタイミングで、このようなですね、素晴らしい、イベントが開かれるということは、大変その意味あることだというふうに認識をいたしております。きっと高田健三さんも、空から、見て喜んでおられることと思います。日本の人は台湾が大好きですから、彼も台湾でやることがきっと夢だったというふうに思いますので、まあ、ぜひ台湾の方多くの人に、まあ、見ていただいて、この起き上がりこぼしのイベントは、皆さん もうご承知のように、転んでも起き上がる、起き上がって転んでもあまり心配しない、とにかくその不屈の精神を表現しているんだというふうに思います。多くの文化人、ディザイナーの方々がそれをこういう形で表現してもらって、これを台湾で皆さんと共に見れることができるというのも、まあ、不思議な巡り合わせなのではないかというふうに思います。まあ、大変厳しい環境の中に置かれている台湾だと思いますが、この起き上がりこぼしの精神でですね、共にみんなで頑張ってこの起き上がりこぼしのイベントの中からその不屈の精神を感じ取っていただき、また各デザイナーたちの文化性ですとか美しさに対する感性を受け止めていただきながら、10年後20年後にさらにおめでとうになるように、このイベントに対しておめでとうございます。ありがとうございます。